セクサールドは、ハンガリーのトルナ県にある都市で、同県の県と、クロアチア語名は、セクサル。ハンガリーの県との中では最も人口が少なく、面積でもタタバーニャに次いで2番目に小さい。トランスダヌビアン丘陵と大ハンガリー平原の合流地点に位置する。中心部の広場1015年に、初めて文献に登場した。1061年には、ベーラ一世により、 ベネティクト修道院が建てられた。マーチャーシュ一世在位中、セクサールドでは王に対しての陰謀に関わった四主教が統治していたため、マーチャーシュ一世は、セクサールド女王を壊滅させるよう命じた。1485年には5つの市場が1年365日開かれる大きな町になったが、オスマン帝国に支配されると衰退し、修道院も破壊された。 しかし18世紀には、県都となり、文章も承認されたため再び主要な町となった。1794年には大化に見舞われたが、これがきっかけで衰退するようなことにはならなかった。19世紀に入ると、町役場や県庁、教会などの重要な建物が、次々と建設され、人口は1万4000人を数えた。1994年、すべての県都に、 都市軍の地位を与える法律が施行されたのに伴い、セクサールドも都市軍の地位を手に入れた。それ以前は人口5万人以上のケントでなければ都市軍の地位が与えられなかったため、人口5万人未満のセクサールドは、シャルゴータルヤーンと同じくケントであっても都市軍の地位を得ることはできなかった。ベーラ王教会、ありがとうございます。